皆様こんにちは、物語作家の武田殿下でございます。今回は2005年11月、佐世保へ出かけた際の画像でございます。当時25歳の私が写っておりまして、この背景にいます古いバスが一番の目当てだったんですけれども、こちらは一旦別の機会にご紹介いたしましたので、それ以外の車両を今回はご紹介させていただきます。西肥自動車さんのみならず、市営バスも撮影しております。そして乗車もいたしました。
今回もご覧いただきありがとうございました。では皆様ごきげんよう。